フードユニットとは主要機器を収めた部分を車体幅よりも狭いフードで覆った機関車の車体のスタイル及び構造を言う。日本語ではフードの部分をボンネットと呼ぶことが多い。ここでは主として北米の例を述べる。運転室は1カ所であり、車体中央または車端に配置される。フード部は視界の妨げにならないように車体幅よりも狭く設計され。 その両側には歩行のためのランボードが配置される。大枠で車体の強度を確保する構造であり、フード部は機器を覆うだけで強度は負担しない。メンテナンス性を向上させるために、フード部には多数の点検用扉を設け、フード部自体も容易に脱着が可能である。この構造のまま、車服いっぱいまで車体を広げたものを、カウルユニットという、アメリカンロコモティブの RS-1、1 フードユニットの原型となった車両である。フードユニットは、スイッチャーの持つ構造を発展させたものである。スイッチャーは長く低いフード部を持ち、視界は良好である。1941年、アメリカンロコモティブは、スイッチャーを大型化した RS、RS-1 で、ロードスイッチャーというコンセプトを立ち上げた。運転室を、車体中央付近に配置し、一旦には、 主要機器を収める長い風土を、多タンは短い風土を持つ、車体形状を採用した。運転室の前後に風土があるということは、列車が何かに衝突した時に運転士を守ることにも、なった。イリノイターミナル鉄道の1605。イリノイ鉄道博物館にて1949年、GM エンドは GP7 を発表。RS-1 と同様のレイアウトであるが、 大きなディーゼルエンジンや排気用の機器を収納するために前後のフードは運転室と同じ高さとした。正高フードはその後のフードユニットの標準タイプとなった。短い側のフードも運転室と同じ高さとされ、ハイノーズ、またはハイショートフードなどと呼ばれた。同じ高さとした理由は、労働組合対策である。コンセプトに反することだが、見通しが悪くなるために、 左右両側に運転手を計2名乗務させることができるという半合理化がその理由である。この問題が労使関係で解決した後は短い側の風ドの高さは低くなり視界は向上した。ハイノーズの車両も後日ローノーズへと改造されたものもある。後にローノーズの側は車服いっぱいに拡大されカナディアンセーフティキャブへと発展した。 視界の広さと運転室への出入りの容易さのため、フードユニットは北米をはじめ各国で最もポピュラーな形態となっている。初期のものでは運転室は車体中央近くに配置されていたが、後に車体の一端に寄せて配置されるようになった。短い側のフードを前にして運転することが好まれたが、長い側を前にしたところで視界は確保されているため、 どちら向きでも変わらぬ速度で走ることができた。ノーフォークウェスタン鉄道やサザン鉄道では、衝突時の安全性をより高めるために、長い側のフードが前になることを前提にした機関車を発注したが、これは少数派である。それ以外の機関車は、運転席を前後方向に二つ備え、どちら側に向けても運転することができ、列車が折り返す地点での機関車の転向作業を、 なくすことができた。すべての機関車が前とされる側の,側の側面に F の文字が書かれている。GP60 の運転台なしバージョン、GP60 バイト。運転台のない車両も製造されており、キャブユニットと同じく b ユニットと呼ばれている。エンジンを搭載しているため、モーターと走行装置しか搭載していないスラックと異なり、車両の全長にわたって、 背の高いフードが車体を覆っているのが特徴である。イギリスではフードユニットという名称は使われていないが、このタイプの機関車はいくつか存在する。太平洋石炭販売で600系日本でこのスタイルに該当するものは、スイッチャーかつ輸入機かアメリカとの技術提携によるものがほとんどである。ありがとうございます。